こちらの方で発表いたします。はい、じゃんけんでチョキとパーパーで負けた中村選手がおどけてチョキで勝ちましたチーム栗山、キャプテン栗山拓実選手から打撃練習を行うことになります。資産バッティングは大きいですか？はい、嫌いではないですけど、はい、木のバットはちょっと痛いので、手にしびれますね。そうですね、なるべく打ちたくなる。松井さんはバッティングお好きですか？いや、実際そんなに好きじゃない。そうなんですか？でもね、バッティングいいもんですよ。バッティング見たけど豪快なタイミングを超えて、みんな覚えてます。そうですね、はい、よく YouTube で YouTube で、ご自分で秋山選手、当然日頃から練習を拝見していて、素朴な疑問が一つあるんですけど、バッターの方は時折右バッターであれば左打ちで、左バッターであれば右打ちで素振りをしたティーバッティングを行うことがあるんですけど、はい、あれは何なんですか？まあ、体のバランス整えたり、はい、あと気分転換じゃないですか。あ、そうですか。秋山さんは右で打ったりするのは僕はしないです。そうですか。これは体のバランスは別に整えるかな、人に見せる右打ちじゃないと思います。まあ、いずれにせよその練習でいろいろな工夫を皆さんがされているようですけど、例えば栗山拓実選手